どうも皆さん、こんにちは。今ちょっとエンコードしてるんで、うるさいんですけど、パソコンが。島村、安っ。3足で500円。厚いね。パイルじゃないんです。まあ、パイルに近い。素材なんですけど、3足500円。安っ。超音素材ってなっててね。で、同じ棚には、2足で180円だったと思う。あれ ?180 円だっけ ?280 円だっけ180ってことないよな。280だよな。うん。いや、そうそう。2足で280円。安いよね。すごい安い。しかもそれ、島村が作ってるわけじゃないんでしょ?ほんと、どうなってるんだろうね。もう、ひいひい言ってるだろうね。大変だろうなっていうのはすごいわかる。まず、製造してるメーカーもね。で、島村も。で、3足500円だから170円160円くらいか1足で。何がすごいって、まあ、いつも言うんですけど、税込み価格ね。税抜きじゃないの、税込み価格。すごいですよね。島村レベルになってくると本当 10% の差って大きな違いだと思うんですけど、税込み価格なんですよ。さらに言ったらというか、この間パンツをね、買ったんですよ。まあ部屋の中で着るものなんで、まあ、1900円。できれば1500円くらいであるかなと思って、まあ、回ってみたんですよね。GU、行ってみました。そもそも、ワークマン行ったのか。ワークマンでいいのがなくって、GU 行っても2900円とか、あとはセール品でも500円とかあるんだけど、いいのがなくって。で、あ、そうだ、メルカリのね、メルカリのポイントもあるし、島村行ってみようということで、そうなんですよ。メルカリのポイントも使えるわけ。あれって多分手数料すごい高いと思うんですよ。ID 払いなんでね。フェリカの支払いってすごい手数料かかるんですよ。で、当然、クレジットカードも使えるし、すごいね。もうただでさえクソ安くって、まぁ、ちょっとパンツの話は後にしちゃうけど、ただでさえクソ安くって、で、さらに税込み価格で、で、しかもフェリカの支払い、ID とか、スイカとかの支払い対応してるって。この間ワークマンに寄った時にね、ワークマンのおじさんが、まあ僕に言ってたわけじゃないんだけど、店主の人がいくらだっけな、何百円って言ってたか、500円って言ってたか900円って言ってたかわかんないけど、それくらいの商品を買ってクレジットカードで払われたら赤字なんですよってね、常連のお客さんに話したんだけど、もうそれ聞いちゃってなんかやべえなと思って、ちょっと気まずい気になって、まあ出てきちゃったんですけどね。で、そこで、なんかちょっと、商品高めのものを買おうかなって思ったんだけど、結局買うものがなかったんで、1900円のジャケットしか買うものがなかったんで、違うワークマンで買ったんですけど、大きい買い物の支払いがあったら、そこのね、ワークマンに行こうかなって、ちょっと話が逸れたんですけど、とにかく島村はすごいということで、まあ、パンツもね、そう、行ったら、まあ、1900円。あ、でも2900円が、やっぱ多かったね。で、1900円がたまにあって、で、この間1500円で、まあ、そこそこの見た目、あんまりおじさん臭くないやつがあったんで、ラッキーと思って、メルペの ID 払いしてきたんですけど、あ、これ見ましょうか。本当にね、なんかワークマンが高く感じてくるっていうね、おかしな、現象。ワークマンもクソ安いなって思ってたけど、てか GU ってすごい安いなって思ってたけど、なんかどんどん感覚がおかしくなってくるよね。これ170円、1足170円ですよ、税込み。最高だわ。程よい暑さでね。で、あんまり暑すぎないっていう。秋から冬にかけて両方使えるっていう。最高だわ、マジで。島村マジすごいな、本当に。まあ、ちなみに、スマートフォンがなんで2台あるかっていうと、新しい端末で、フェリカに対応してるスマホを買うと高くなっちゃうんで、フェリカの機能がある古い安い端末と2台持ちしてるっていうことです。フェリカなしとフェリカありの安い端末